エドウィン・ディアード・メカムはアメリカ合衆国の政治家。15.179代目ニューメキシコ州知事、1962年から1964年までニューメキシコ選出アメリカ合衆国上院議員であった。1912年7月2日にニューメキシコ州アラモゴードで誕生し、アラモゴードとラスクルーセスの学校に入学した。 その後1930年から1931年1935年にニューメキシコ A&M 大学で学んだ。1932年から1935年までラスクルーセスで合衆国会根局の測量士として働いた。その後大学の履修単位をアーカンソー大学フェイエットビル校に移して1939年に法学部を卒業した。彼は ニューメキシコ州の弁護士試験に合格し、同年にラスクルーセスで、後にアルバカーキで開業した。1942年から1945年まで FBI の捜査官、1947年から1948年までニューメキシコ州会員の議員を務めた。1956年から1957年まで政府安全委員会の委員と、 アメリカ法律協会のメンバーを経て、1962年11月に長期にわたって勤めた上院議員のディオニッシュをデニス・チャベスが死亡した時、メカムはアメリカ合衆国上院に任命された。1964年11月までアメリカ合衆国上院で勤め、その後は再選に落選して弁護士業を再開した。彼はニューメキシコ行政府再編成委員会と、 ニューメキシコ州警察委員会のメンバーだった。1964年公民権法に反対票を投じたが、1970年から2002年までアメリカ合衆国ニューメキシコ地区地方裁判所の連邦判事を務めた。彼は別のニューメキシコ州知事のメリット氏、メカムの親戚で、メリットは彼のおじであった。彼の父親のエドウィン・メカムシニアは、 ラスクルーセスの判事であった。2002年11月27日に亡くなった。90歳であった。ありがとうございます。